でもこんなに可愛いボブにしてもらったことない。あ、本当ですか、うん、はい、こんにちは、みーちゃんチャンネルのちおです。今回はですね、今カウンセリングをしてて動画をむしろ撮りたいっていう風になるってゆきさんで、お客様なんですけど、今日写真がね、そう、はい、何の撮影ですか。結婚式の、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、めっちゃ長いんですよ、髪。前もね、カラーとかカットできていただいて、おかれ毛とかいろいろやったんですけど、ついに行きましょうっていうことで30センチぐらいドネーションするから、ちょっと記念に動画を撮りたいっていう運びになり、ちょっと急遽回させていただいております。可愛くなるんで回してください。じゃあどういうことかっていうと、ドネーションっていうのは髪の毛を結んでこれをこう寄付するみたいなやつがあるんで、うちちょっと提携はしてないんですけど、結んでお渡しすることができるので、今からちょっと切ってお渡ししますんで、お願いします。今日ドネーションするとここぐらいまで行くんですよね。なんでこれぐらいの長さになると思います。で、本当はちょっとね、パーマもっていうのもあったんですけど、今度またちょっとそこは相談して、今日はカットで行きましょう。前髪どうします？今日割ってたんですもんね、セットはね。でもティアラのために割っただけなので、絶対使ってもらいたくて、うんうん、なんかこの前顔がいい感じに見えるように切ってもらったので、はいはい、ここのね、小顔のやつだね。そうです、そうです、はいはい、だからそれ作ってもらいつつ、はい、ここに伸びた分ちょっと切って、そうですね、感じですね。私もこのつまじが邪魔なので、ちょっと朝でもちゃんと綺麗にやるから割れないように自分でできるので。はいはいはい、わかりました。じゃあちょっとここもいい感じに切りましょうか、はい、お願いします。自分で切りたいですよね、せっかくならね。いいんですか。いいですよ、めっちゃ楽しいと思います。多分人生でないじゃないですか、ここまでの長さ結構切るのって。僕も本当多分1年でそうある回数じゃない長さなので。じゃあちょっと私もハサミ1回ぐらいは入れます。もちろんもちろん、もうなんなら全部いっていいですか。ちょっと1回貴重なんで見本取りましょうね。はい、はい、ずっとしたかったんだよね、ドネーションを。したいなと思ってました。次伸ばしたら絶対。結構伸ばすことはあったんですけど、はい、31センチ以上ないとって書いてある。そうなんですよ。意外と食うんですよ、長さを。よし、では準備が整いました。はい、個性的な髪型に。これまでない個性的な髪型です、ね、ちょっと可愛い感じ。じゃあ、落とさないでくださいね。貴重な一瞬なんだよ。ここじゃあ行きましょうか。この緑の上を切ってください。うん、下切ったらバラバラになっちゃうんで。この辺？そう。いきます。はい。で、こっちも行きましょうか。この辺。はい。ほ、ほ、ほ。よいしょー。くでりでいきますね。これは楽しみにしてますもんね。はい。ちょっと後ろ届かないと思うんで、後ろはじゃあ私が代わって、じゃあ後ろも行きますよ。お願いします。後ろの方が毛量が多い。大変そう。準備。ちょっと待っていいですか。はい。重かった。重かったでしょうね。じゃあ後ろ行きますね。お願いします。すごい。さよなら。いや、長い。自分の髪こうやって持ったことないから。そうですよね。一応袋に入れておきますね。お願いします、はい。このままだと危ないんでね。はい、ここ見てください、この断面。やばくないですよ、密度。すごい。本日のお土産。はい。こちらに。ありがとうございます。注文していた。はい、注文していた。はい。美味しいお土産を。ありがとうございます。一回ちょっとシャンプーしましょうか。はい。はい、お疲れ様でした。もう眠そうです。朝から今日やってたんですもんね。朝3時に起きました。朝3時。朝じゃない、夜。夜だ、もはや夜だ。今こんな感じです。長さはこの時点でも可愛いんですけど、定期的にボブにねしてるって言ってたじゃないですか。で、まあその時ぐらいの長さですかね。でも前みたいに大人っぽさがある可愛い感じの顔周りだったりとか、遅れ毛だったりとかがあっていいかなと思うんですよ。ちょっとなんか上品な感じ。上品な感じ。お任せって感じですよね、多分。はい、そうですね。だからイメージだけ共有しとくと、はい、この長さで負けるようにしたいじゃないですか。さっきはシャンプーしながらしてたんですけど、ストレートアイロンを使うんですもんね、うん、ストレートアイロン普段使います。で、楽な方がいいんですもんね、うん、なんで、これぐらいで外跳ねにしてあげて、肩に当たるから勝手に跳ねるじゃないですか、はい、で、ここに曲線が1個できると小顔にもなるし、はい、首もくびれてくれるんで細くなるんで、うん、ここをシュッて締めてあげて、で、顔周りだいぶ伸びちゃったんで、はい、ここの横の毛ですね、はい、ここを少し長めに作って、はい、頬骨の延長でやってあげると、ちょっと韓国風にもなるんで、これ小顔になるんだな。かわいい。
です。横顔をメイクしてください。ショーになりますから。そうそうそう。で前髪のねここの生え癖が結構難しいところなんですけど、はい、まあそこもご自身慣れてると思うんで、はい、スタイリングをちょっとレクチャーはしますけど、はい、やっていきましょうか。これぐらいの長さにしますね。じゃあ切りますよ。お願いします。トツさんですもんね、ずっと入園前に撮らなきゃいけない。あ、誰もいない状態で貸し切り。いいっすね。何が大変でした？朝起きるのが一番大変かなと思ったんですけど、はい、そのホテルにも泊まったので、はい、それはもうなんとか夜8時に寝たら意外と起きれて、一番大変だったのは、うん、寒い。あ、そっちか。海からの風がここまでしかないドレスにひしひしとね。今日だって朝寒かったですよね。雪残ってましたから。あ、なかなか雪のディズニーで撮れないですよね。そもそも晴れてないと中に入って撮ることができなくって。確かに前日じゃもうお祈りですよ。いやもうお祈りです。こういう感じなんだ。一番何が楽しかったか。手振ってくれます、いろんな人が。それこそ私たちが下にいたらディズニーのこと撮ってる人だってなるか、宿泊してる人が上の窓から覗いて、うん、おめでとうって言ってくれました。上から。何すかそれ、やばいっすね。めっちゃ手振り返しました。以前なんか顔周り切っていただいて、はい、多分アクティブキュートだと思うんでって言ってくれたんですよ、うん、すごい私顔の診断してみたかったから、うん、パーソナルカラーと顔の診断、うん、その年暮れに行ったんですよ、はいはい、そうでした。あ、本当でした。あ、よかったよかった。好みにもマッチしてたんですか。跳ねそうな雰囲気が出てます。あの結構跳ね気味に切ってるんで跳ねると思いますよ。でも結構髪細いっちゃ細いからあんまり量取りすぎちゃったりすると広がっちゃったりとかするタイプなんで、この辺はねちょっと髪質に合わせて切っておりますので。リアル切りっぱなしからちゃんとした切りっぱなしに変わる。そうですね。そうそう。でちょっと前髪先生、はい、で今回はちょっと短くしたのでちょっと形変えます。長い時はバランスが少しこう縦長になるじゃないですか、はい、今回ここで切ってるんで横のラインがここに1個作れてるんですよね。だ前髪が今度縦長すぎると横が分厚くなっちゃって顔が太く見えちゃうんですよ。なのでちょっと切り込む形になります。どうでしょう。もういい感じです、ね、ここからちょっと顔周りとか全体的にレイヤー入れて少し動かしますので、で乾かしてからそれ入れるんで乾かしましょうかね。いいじゃん。どうですか。いい感じで変わりって前髪先生はもうちょっと整えるんですけど、ほらすごい、めっちゃ可愛い。一番やってほしいのはカーラーですね、やっぱね。カーラー。カーラー。前髪のここのふんわり感を絶対出したいじゃないですか。で短い毛持って下からこうやって挟んで、この状態で毛先をしっかり入れ込んで、くる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 ポンって朝ドライヤーで温める。これで冷ます。これめっちゃ大事。もうなんならこれが一番大事。わかりました。そう。特にあの長さ切ったからふんわりさせたいんで、これ後ろの方にも巻いてもいいですね。これの動画も出したんで、あの見てください。わかりました。で、この状態で毛先を外羽に巻いてあげるって感じですね。毛先だけなんで、基本的にはもうストレートアイロンでもカールアイロンでも OK。だからカールアイロンもこうやって巻くっていうよりかは挟んでこう抜いていくイメージですね。その方が抜きやすいし、難しくないですよ。お風呂は朝ですか。そう、入ることが多いですね。おー、いいですね。前髪のここを、はいはい、直したいから、はいはいはい、これで前髪ちゃんたちを下ろして持っていったら終わりですね。そしたらもう勝ちです。やった。ちょっとライクアップしますね。そしたら十分冷めたんで外します。で、これね、外すとめっちゃボンボンします、うん、めっちゃほら結構浮いてしまう。本当ですね。すごい。ここもめっちゃね、外すとおで結構もう立ち上がってるねって感じじゃないですか。これをドライヤーで落とすんですよ。ボリュームがあるのから落とすのは結構簡単なんですけど、ないのから出すのって難しいじゃないですか。私の癖も変なにならない。そうそうそう、ならないんですよ。節とかで溶かしながらなじませてあげるとふんわり感だけ出ましたよね、うん、であとはこうやって顔周り後ろに溶かしてあげるとキュッてほら流れてくれると。あ、すごい。巻いてないのにいい感じになっちゃうんですよ。で表面のところはレイヤーの毛があるんで、上にワンカーで巻いてあげるとふんわりした毛が降りてくる感じですね、はい、で櫛でなじませます。はい、ふんわり。そうなんです。オイル先生、あ、はい、持ってます。オイル先生を全体になじませます。
ングするときみたいにこうぐる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 毛先につけて下ろしてあげるとここのふんわり感がこれめちゃめちゃ出てきますよね。よく戻して首に沿わせて毛目かいてふんわりさせてあげると立ち上がってくれると思う。この表面のふんわり感が変わらってますよね。これが結構ポイントかも。よし、じゃあ撮りますよ。はい、じゃん、ほらめっちゃ可愛くないですか。絶対似合うと思った。めっちゃいい。外羽と顔周りのくびれと顔周りの前髪先生とめっちゃ似合うんだよな。なんだかんだこの長さも似合うんですよ。え、でもこんなに可愛いボブにしてもらったことない。あ、本当ですか、うん、嬉しい。おしゃれ。おしゃれですよね。なんかこのレイヤーがポイントですね。これはこうピュッてこう動いて前髪にかかってきてて、でトップの立ち上がりとサイドのねこの遅れ毛ちゃん、なんか耳かけてもこうくるんで、かわいい。そう、きます。どうでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。リフォーが長い。めっちゃ長いっすよ。いや、本当に長いね。そう、で、アフターがほら、あー、すごい。めっちゃ可愛いですね。絶対こっちの方がいい。いいですね。なんか顔割りがやっぱりいい感じですね。いや、ありがとうございました、本当長々と。ありがとうございます。どうでした、やってみて。いや、私的にはここがお気に入り。あー、もう結構多分、長さも違うし、バランスも違うし。そうです、ね、そう。でも不安はなかったので。あ、本当ですか。よかった、よかった。前髪も作り方教えてもらったし、うんうん、トップも作り方教えてもらって。顔はめっちゃ良くないですか。使ってみます。大満足ですね。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。皆さん、チャンネル登録と高評価の方も皆さんよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ま、めちゃめちゃいいじゃん。めっちゃ可愛い。うん、めっちゃ似合うね。なんか大人っぽいショーツの感じだね。うん。